ばんは、平井弘明です。今回はですね、初心者の方へ向けて動画を撮っていきますが、初心者といっても本当にここ最近始めた方とかですね、まだ1年経ってないぐらいの方にとって参考になる動画を撮っていきたいと思いますが、その内容としてはですね、ゴルフを始めて最初誰にも習わないでやってたりすると、レッスンへ行きたくなったりですね、一人で打ってると誰かに教えられたりとかすると思うんです。で、何を教わったらいいかわからないですし、そもそもこうどうやって打ったらいいかもわかんないと不安になったりしますよね、うん、何をやったらいいんだろうとかってわからないことだらけだと思うので、それについて解説をまずしていくのと、あとはそもそもその理論がまだ多分始めたばかりの方ってわからないので、言われたことを全てやってしまうことって多いと思うんですよ。なんでそれにはすごくやっていいことと悪いことってあるんですね。なのでそれを一つ一つ解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。ゴルフのスイング理論を初めて頭の中に取り入れる時の注意点、これめちゃくちゃ重要なんですけども、ゴルフを一旦忘れていただいて、普段の自分の体の仕草だったりによって、ゴルフってまずそこがスタートライン、そこから自分の合ってる理論にどんどん枝分かれしていくので、自分の体の動くタイプが分かってないと取り入れられる理論が分からないんですよ。正解が分からなくなっちゃうので、そこをまず知っていただくことで、どう知ったらいいかなんですが、例えば飲み物を飲む時とかの仕草だったり、箸を使って食べる仕草、物を投げる仕草、全部一緒なんですよ。重いものを持ち上げる仕草、そういうのが全部関係してくるんですけど、ゴルフって基本ってありますよね。でその基本も一種類じゃないんですよ。基本ってその方に合ったものが正しい基本なので、例えば前も動画で言いましたけども、センターで回る一軸と体を左右にぶらす二軸がある。で、両方聞いたことあると思うんですよ。ゴルフのスイングは真ん中でくるって回んなさいよ、体重移動しないで軸を意識してぶらさないで回りなさいよっていう理論と、体重移動しなさいよっていう理論を聞いたことある方いらっしゃると思うんですけども、それがまずどっちなのって話なんですよ。で、それも基本の動きは両方基本なんですよ。でも両方やって両方当たるかって言ったらそうでもないですよね。やっぱりどっちかが当たってどっちかが当たらないミッションが多くなる理論なんですよ。で、こういうことってゴルフってほとんどあるんですよ。なんで自分の動きたい方、動きやすい方を全てピックアップして動いてもらって最初はいいと思うんですよ。体重移動をしてまず打ってみて、タイミングよくパチンと打てるんだったらそれはそれでいいですし、いや、そういう動かない方がいいよと、真ん中でくるって回ってクラブの動きを意識して打った方がきっちりボールにパチンと当てやすいのかどうか、そういう判断でいいと思うので、それをやっていただきたいと思います。それで今後ゴルフをやっていく上での注意点ももう一つあるんですけども、ゴルフのショットの三大ミス、ダフリ、トップ、スライス、スライスシャンクも含むなんですけども、この三つがゴルフで最も多いと言われているミスになります。で、この三大ミスの9割の原因が振り遅れです。クラブが振り遅れって習いました？まだ習ってないですか？振り遅れやりましょうか。どうなったら振り遅れか、まず構えからアドレスですね。アドレスを取ってボールを打ちますよね。打つときに当たってほしい場所あるじゃないですか。ここで当たってほしいっていう、そこのここで当たってほしいっていう場所でパチンってボールが打つ音が鳴ってればタイミングは合って振り遅れてないんですけども、ここで打ちたいっていう時にクラブヘッドがボールに到達してないのが振り遅れ、要は体の回転のスピードの方が勝っちゃってクラブが全然戻ってこれてない、これが振り遅れてるんですね。このポジションの体の時にクラブっていうのはもうここにないといけないんですよ。こんだけ遅れちゃってるってことは相当振り遅れてるんですよ。それってミスショットも多いミスなんですけども、インパクトでこれすごい始めたての方はどっちかというとチャンスなんですけども、最初にクラブを戻すことを練習しとけば後々ゴルフは楽になります。簡単になるので、このスイングの形や
打ちたい球ももちろんあると思うんですけども、それより先にインパクトゼロを先にやってもらえばゴルフが今後めちゃくちゃ楽になるので、それを先にやっていただきたいんです。それは適当な構えでも何でもいいので、自分が1、2、3で音が鳴ってたい時にちゃんと音が鳴ってるかどうかですよ。それは最初はどこのパーツを使ってクラブが戻そうが関係ないので、とにかく自分が打ちたいとこにボールに当たってるかどうかのチェックをしてみてください、練習場で。それがゴルフをやめるまで、要はずっとそれが重要になってくるポイントなんで、ゴルフやってる以上これはポイントになります。絶対やらなきゃいけないことなので、打ちたいところでちゃんとヒット音が鳴ってるかどうか、これのチェックが何よりも大事なので、これができてから次に理論が入ってくる、スイング理論が入ってくるので、なんでこう順序をしっかりやっておけば、まあ覚えておけば遠回りをしないですよね。ちゃんと自分に合ったスイングもピックアップできますし、タイミングが合ってれば新しいことをやるにしてもそれができやすくなるんですよ。でもそのインパクトゼロができてないと、ボールを当てることをまずやらなきゃいけなくなっちゃうんで、理論が先行できなくなっちゃうんですね。そうするとやりたい動きがぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよ。なのでちゃんとタイミングよくボールが打てて、次にスイング理論を入れてみてください。そっちの方が絶対いいですね。それは初心者の人分かるの？分かる。ゴルフだけじゃないから、例えばバドミントンだったり、まあ、テニスもそう、卓球もそう。卓球なんか多分ね、体育の授業とかでやったことあると思うんだけど、ボールが来てパンって返すときに絶対ボールのところにこうラケットが来てる、それがこうなってるってこと、要は自分から空振りを打ってるようなもん。そう、野球もそうじゃない、ボール来たところでこうやって打つでしょ。でもこれがこうやって打ってるようなもんなの、打てないじゃない。そう、それをゴルフでは振り遅れて言うんです。そう、そうなっちゃったらボールって当たらないじゃない。そもそもだ、そうならないようにしてもらいたいんですよ。ハエたたきもね、僕よくハエたたき使いますよね、例えで。そう、ハエたたき好きなんですよ、分かりやすいから。そう、ハエたたきもハエがいてパンって叩きたいところで叩くじゃないですか、それも叩かないってなっちゃう、こうやってなっちゃったらハエた逃げちゃう。そう、それと一緒なんですよ。だからフライパンで目玉焼きを返すときもパンって最後こうやって返すじゃないですか、それも返さない、要は向こうに目玉焼き飛んじゃうようなもん。だ、そういうことが感覚として覚えられてくると、ゴルフも全く一緒なんですよ。ゴルフっていう枠にしちゃうと難しく感じちゃったりするんで、とにかく最後はヘッドなんですよ。先、一番先端がどう動いてるかなんで、こういうことではないんですよね。腕がどうだったり体の回転がどうだったりとか、いろいろ理論としてはもちろんあると思うんですけども、それはクラブが戻ってきてる前提で全ての世の中の理論を今 YouTube とかで発信してるんですよ。でもほとんどの動画でその前提は言わないですよね。そう、クラブがボールのところに戻ってきて当たってますかとは言わないじゃないですか。そう、だからまずはそのインパクトのところにクラブがきっちりタイミングよく戻ってきて、そこから話はスタートするんで、そう、だから振り遅れてはいけないんですよ。そう、だからどうしてもその三大ミスの中の原因として振り遅れってすごいでかいシェアをしてるんですね。めちゃくちゃ振り遅れって原因がいっぱい出てきちゃう、ミスの原因が。チーピンもスライスもダフリもシャンクもトップも多分振り遅れがちょっとずつかじってるんですよ。そう、だからすごい立ちが悪いものなので、振り遅れない方がいいんです。これはもう絶対なってはいけない行為ですね、振り遅れというのは。それだけなんない方が絶対いいと思います。今ちょっと振り遅れについてちょっとお話ししていきましたけども、あとはじゃあレッスンも行きたくないよ、だけどまあちょっと練習一人で行っていろいろ試して注意点もチェックしながらやりたいっていう方がいらっしゃったら、ちょっと聞いてほしいんですけども、ゴルフのスイングでやってはいけないことをいくつか挙げさせていただきますけど、まずもちろん打つからには飛ばしたいって思った時に出るミス、
っていうのは、打つときにカンって右膝が出るんですよ。右膝が出て、右膝が出るとどうなるかというと、振り遅れるんですよ。また出ましたね。そう。なんで振り遅れるかというと、こうやって体がこうやって膝が出ると起きるんですよ。起きると手が外に出る。外に出ると、クラブが寝るんで振り遅れる可能性が出てくるんですよ。そう。で、今、膝が出て、クラブが外に出て、まあ体が起きる。そうなってくると、今度、それだけじゃなくなってくるんですよ。こうやって構えて、この手の位置よりも外出たら、クラブがボールの外にこうやっていきますよ。そうすると、このボールがこのネックに当たるシャンクっていう、右にペチって球が出るんですよ。そう。このシャンクも出ちゃう。で、まずこれで右膝が出ることで相当なミスがいくつか出ちゃうんですよ。で、これがまあやってほしくない動き。まあやらない方がいいですよね。絶対に。右膝が一つ目。で、次に打った後、フォロースルーですね。フォロースルーの体の回転。この度合いが足りてない方が結構いらっしゃるんですよ。どこまで行ってれば足りてるって言ったら90度。アドレスがまっすぐ、この角度から90度に回転してれば十分です。それ以上は飾りなんで、まあ行っても行かなくてもいいんですけども、最低90度まで、フォロースルーで体が足りてないとどういうことになるかっていうと、例えば、体がここまでしか回転してないとフィニッシュって本当はこの辺までしか行かないんですけど、でもフィニッシュの形はここまでってなってくると、体回転してないのにフィニッシュを取るんで、肘をこう曲げて無理やりフィニッシュを取る形になりやすいんです。そうするとどうなるかっていうと、ボールっていうのはこう飛距離が出づらくなっちゃうんですよ。フォローするってなるべくこう大きい方がいいんで、こうなるべく体を回転してあげて腕が伸びた状態でフィニッシュを取ってあげると、最後ボールを追っていくときにアドレスから体が90度飛球線向いてるような形を取れる。そうするとフィニッシュの格好も良くなるので、できればアドレスから90度を左へ回した状態に体の面が向いてた方がいいですね。なんでフォローへの体の回転不足にならない方がいいです。これ3つ目なんですけども、インパクトゼロをやらないこと、これが良くないですね。インパクトゼロを必ずやっていただいた方がいいです。まあこれもさっき話しましたけども、もちろんこういう動きをしたいとか、どういった球を打ちたいとか、もちろんあると思うんですけども、先ほども言ったように、ボールがタイミングよくクラブがこう当たってれば、やりたい動きっていうのがよりボールに対して伝わりやすくなるので、必ずインパクトの自分のタイミングの時にクラブを戻してあげることは本当に大切なこと。なのでこの3つやっちゃいけないことですよね。それをまあ気をつけていただいて練習していただいた方がいいと思いますね。で、今やっちゃいけないことって言って3つ言いましたけども、これがやってしまうと原因は3つですけども、出るミスっていうのはざっと10個以上は出ちゃうんですよ。10種類ぐらいは出ちゃうので、いろんなことが原因としてミスショットって出るので、一つの動きに対して一つのミスショットってわけじゃないんですよ。 2,3 個一つの動きに対してミスが出るんで、本当にいろんな種類のミスショットが出ちゃうので、そこは気をつけていただきたいポイントになっちゃうんですよね。そういうことって結局、まあ僕なんかもこうやって YouTube やらせてもらって発信させてもらってるんですけども、より詳しくこう説明することって発信者としてはやっぱり言っていただきたい義務というか、ちゃんと説明することも大切だと思うんですよ。特に初心者の方はゴルフに対してそこまで詳しくないと思うんですよ、まだ。なのでちゃんと詳しいとこまでこう言って、より一つでも多く理解をしてもらってゴルフに取り組んでいただいた方がいいと思うの で今回その動画を撮るきっかけになったんですよ。いろいろ登録君と相談した結果、まあ、ちゃんと初心者の方に分かるように一番簡単で単純なやり方というか、やっていいことと、まあ、悪いことをちょっと説明していこうっていうんで、動画をこう撮るきっかけになったんですよ。もちろんレッスン行くなり、ご自身で一人で練習するなりやっていただいて、より、まあ、1球でも多く球数を打っていただいて、
自分の感じるものっていうのをちゃんと自分で理解をして次の一球に対して行動に移して打っていただいた方が絶対いいので、何も考えないでパンパン打っててももちろん最初はいいんですけども、ボールに打つ慣れとしては、でもやっぱり今後ゴルフを続けていく上で打った球に対しての自分の反応っていうのも大切になってくるので、飛んでった球に対してあこっち行っちゃったなと思ったら次はどっち行かしてみようっていう考えでそれを行動に移すこともすごい大切になってくると思います。なのでそれを練習場の方でやっていただいた方がいいですね。今ちょっとやっちゃいけないこと3つ言いましたけども、スイングをする上でどういう動きでスイングをしたらいいか、一番分かりやすい僕なりの感じ方をちょっとお伝えすると、ヘッドあるじゃないですか、ヘッドが今どこにあるかだけの意識をしてちょっと素振りをしてみてもらいたいんですよ。でヘッドがクラブの中で一番重いんで、まずこうやってやってるとヘッドってこうやって感じやすいじゃないですか。でこのヘッドが今この辺にある、この辺にある、この辺にあるって分かって、こうやって重さを感じながら振ってるとクラブがどこにあるかがだんだん分かってくるようになるんですよ。でアドレスの時はもちろんヘッドが見えてるんで、まあ、ここにあるなって分かるんですけど、半分より上に行った時にヘッドが見えなくなりますよね。その時にクラブがどこにあるか分かんないともちろん戻しづらくなるんですよ。だからそれを自分からヘッドがどこにあるかを意識することってすごい大事なんです。で僕が意識しているのはもちろんアドレスのところとトップの位置でヘッドがあこの辺にあるなっていう感覚、あとはフィニッシュのちょっと手前のこの辺でヘッドがこの辺にあるなっていう感覚っていうのはめちゃくちゃ持って打ってます。そうするとインパクトで自然とあここにあるなっていうのが分かるんで、あ間に合ってないな、間に合いそうだなとかいろいろ分かってくるようになるんですよ。それはすぐじゃないので、打ってれば打ってるほど分かってくるようになるんですよ。急にはできないので、普段の練習からあヘッドがこの辺にあるな、この辺にあるなって言って、あ今インパクト良かったな、タイミングがあったなっていうのが分かってくるようになるんですよ。なんでそのヘッドの感じ方、感じて今どの辺にあるなっていうのを最初は分かるスピードでいいです。それが早く振った方が分かる方とか、もちろんゆっくり振った方が分かる方って分かれるんで、それがもちろんスイングのスピードによって変わるんですよ。なんでそれは早く振ってみたり遅く振ってみたり両方やってみた方が分かりやすいかもしれないですね。もちろん最初は見える場所だけでもいいんですよ。この辺にある、この辺にあるなっていう感じで振って、次にまあだんだん大きくしていって最終的にフルスイングになればいいので、そのヘッドのある場所っていうのを感じてあげた方がいいですね。この本当にクラブ単体だと分かんない方だったら、タオルとかをこうきつくこうやって縛って飛ばないようにして、より重さを感じながらこうやって振ってあげると、ああこうその辺にあるなとかっていうのがもっと分かりやすくなるんで、なんかちょっと重いものをつけたりとかするとより分かりやすく感じやすくなるので、それをやってもらいたいポイントですね。なんでそういうちょっとした工夫なんかを自分なりに見つけるとすごくいい練習になったりするんですよ。それって全く決まりがないので、いや自分だったらこれが感じやすいとか分かりやすいっていうのを見つけていただくと、より面白い練習だったり飽きない練習になるので、いろいろ試していただいた方がいいと思いますね。これだったら家でもできるね。もうできるできる。ちょっとまあ短めに持って、で、まあ2回ぐらい結んだ方がいいのかな、こうやって。ちょっとちっちゃくして、団子にして、で、欲を言えばちょっと湿らした方が余計あの重さを感じやすいかなと思うんで、まあちょっと団子にして、重くして、こうやって振ってあげると、今ヘッドが、ああ、どこにあるなっていうのが分かりやすいですね。よくヘッドカバーをつけたまま振ってる人もいるんですけど、ヘッドカバーをフルスイングしたらまあまあ飛んでくんで気をつけてください練習場とかでビューって飛んじゃったら打席一旦みんな打つのやめてもらわなきゃいけなくなっちゃう場合もあるので、ヘッドカバーをつけて振る場合はすっごいきついヘッドカバーだったらいいですけど、普通のヘッドカバーだったらピョンって打った時飛んじゃうんですよ。そう、僕小学校の時やったことあるんで、 それだけは気をつけてください。初心者の方にためになるかなと思う動画を撮っていきました。ちょっとでも気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。